サマソニ2024ナンバーアンダーラインアイが奇跡のステージ。ILIs の熱狂とサントリーの粋な計らいが最高の夏フェスを生んだ。サマソニ2024が近づくにつれて、音楽ファンの心は高鳴り、期待に胸を膨らませています。特に、ナンバーアンダーラインアイの登場を待ちわびている多くの ILIs にとって、この瞬間はまさに夢の実現です。真夏の青空の下、 灼熱の太陽が照りつける中でも、彼らは一日中ステージ前で待機し、ナンバーアンダーライン愛が現れるその時を待ち望んでいます。その情熱と献身は、ただのファン以上のものであり、彼らとアーティストとの間に強い絆を感じさせます。さらに、ナンバーアンダーライン愛のファンを応援するために、サントリーがサマソニ2024で彼らをサポートしてくれました。暑い中でナンバーアンダーライン愛を応援しながら、 冷たいビールを飲むのは本当に最高ですね。このサポートのおかげで、ファンたちは猛暑の中でも元気を取り戻し、さらに熱意を持ってナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを楽しむことができました。サマソニ2024という特別な場所で、冷たいビールを片手に大好きなアーティストを応援する瞬間は、ファンにとってかけがえのない思い出となります。サントリーの存在が、まさにその体験を一層特別なものにしてくれたのです。 サマソニーの朝、太陽はまだ昇りきらないうちから、i l イ s たちは続々と会場に集まり始めます。彼らの顔には、期待と喜びが溢れており、数時間後に始まるライブへの興奮を隠せません。彼らは、ナンバーアンダーライン愛がステージに上がる瞬間を一瞬でも逃さないようにと、最前列を目指して早朝から場所取りを始めます。その情熱は、まさに、待つことができないほどで、 まるで子供がクリスマスの朝を待つような気持ちです。一方で、猛暑が ILIZ たちを襲います。サマソニーが開催されるこの時期、気温はしばしば35度を超え、湿度も高いため、熱中症のリスクが非常に高まります。しかし、ILIZ はそんな過酷な状況にも屈せず、自分たちが愛するアーティストのために、熱心に応援し続けます。彼らはサントリーの冷たいビールで喉を潤しながら、 炎天下での大気を耐え抜きますその一杯の冷たいビールが、彼らにとっては命の水のようなものであり、これこそが夏フェスの醍醐味でもあります。そして、ついにその時がやってきます。11時を回った頃、ステージが暗転し、ナンバーアンダーラインアイのイントロが流れ始めると、会場中が歓声に包まれます。i l y ズたちはその瞬間、待ち続けた時間が報われたと感じ、 涙を浮かべるも,のも少なくありません彼らの目には、ステージ上のナンバーアンダーライン愛がまるで神踊りじしい,い存在のように映り、心の底からそのパフォーマンスを楽しみます。昨日う INZM で初披露された新曲が演奏されると、ファンの興奮はさらに高まり、会場の熱気は最高潮に達します。その場にいられないファンたちも、ワウワウオンデマンドを通じて遠くからナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを応援します。 自宅のテレビの前で手に汗握りながら観戦し、心の中で一緒に歌い、踊ります。彼らにとっても、この瞬間は特別であり、画面越しでもその興奮と感動は伝わってきます。彼らはまた、SNS を通じてリアルタイムで情報を共有し合い、共に盛り上がることができるのです。サマソニー当日、ある i l y ズは自宅の近くでトゥーヒーローズのグレーの T シャツを着た人を見かけます。 その瞬間、彼女は自分と同じくナンバーアンダーライン愛を応援する仲間がこんなに近くにいたことに驚き、思わず声をかけたくなりますが、躊躇している間にその人は信号を渡っていってしまいます。この出来事を通じて、彼女はサマソニーがいかに多くの人々に愛されているかを再認識し、その日が特別な日であることを強く感じます。フェスの途中、熱中症を心配する声も多く聞かれます。 ILIZ たちはお互いに暑さに気をつけて楽しんできてねと声をかけ合い、その思いやりが見て取れます。彼らにとってフェスを全力で楽しむことはもちろん大切ですが、同時に健康面への配慮も欠かせません。そんな仲間同士の温かい交流がサマソニーというイベントの素晴らしさをさらに引き立てています。会場には遠くから駆けつけたファンも多くいます。彼らは一人での参加であっても、 現地で出会った IL y イズとすぐに打ち解け、まるで長年の友人のように楽しむことができます。音楽がもたらすこの一体感が、サマソニーの魅力の一つでもあります。誰もが同じアーティストを応援し、同じ時間を共有することで、見知らぬ人々同士が深い絆を築くことができるのです。サマソニ2024は、台風一過の改正の中で行われます。台風が直撃したことで、 一時は開催が危ぶまれましたが、奇跡的に天候が回復し、フェスは予定通り開催されることになりました。この天候の回復を、ナンバーアンダーライン愛は持ってるねと称える声も多く聞かれ、彼らが引き寄せた幸運のように感じられます。この特別な空の色とともに、フェスはまさに一生に一度の体験となることでしょう。あるファンは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが始まる直前に、 涙が溢れそうになったと話します彼女にとって、この瞬間は長い間待ち望んでいたものであり、その期待と興奮が頂点に達したのです。ステージ前での待機時間は確かに過酷で、直射日光にさらされ続けたことで体力も消耗しましたが、そのすべてが報われる瞬間がついに訪れたのです。彼女は、自分が最前列で彼らを間近に見ることができることに感動し、その喜びを抑えることができません。 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、まさに圧巻です。彼らは3人の天才と言われ、その才能が余すことなく発揮される瞬間を目撃したファンたちは、まるで夢のような時間を過ごします。会場全体が一体となり、歓声とともに熱狂的なエネルギーがあふれ出します。この瞬間、ファンとアーティストとの間には、言葉にできないほどの強い絆が生まれ、その感動は一生忘れることのできないものとなるでしょう。 サマソニ2024は、音楽とともに多くの思い出をファンに残しました。台風の影響で一時は中止も危惧されたこのイベントが、晴天の中で無事に開催されたこと自体が奇跡のようです。そして、何よりも素晴らしいのは、ILIs たちがこの困難な状況にも屈せず、全力で楽しむ姿勢を貫いたことです。彼らは、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスを通じて、 自分たたちが愛すするるのをを全力で応援することの大切さを改めて実感しましまサマソニ2024は参加した全ての人々にとって特別な意味を持つ一日となりました。このフェスティバルを通じて音楽が人々をつなげ喜びや感動を共有する力を持っていることを再確認することができました。そして今後も多くのファンがこのような素晴らしい体験を求めてサマソニーに足を運ぶことでしょう。 最後に、この記事を読んでいるあなたに問いかけたいと思います。あなたにとって、音楽とは何でしょうかそして、その音楽を通じて得られる感動や喜びは、どのようなものでしょうかサマソニ2024を振り返りながら、ぜひその答えを考えてみてください。音楽は私たちの人生に何をもたらし、どのように私たちをつなげているのかその答えは、 あなた自身の心の中にあるかもしれません。